もお釈迦様は今仏になったということは全部に入っている仏の種が、その仏の種は育てなくちゃダメ、その育てる方法が修行になります。これがですね、いろんなお経を唱えたりね、日々皆さんいろいろ過ごしたり、これが修行です。そして我々日蓮宗が唱える法華経というものを唱えます。お経ってね、他にいっぱいあるんです。阿弥陀経とか般若経とかね、一首経とかいっぱいあります。でもそんな中で日蓮というお坊さんは法華経を選んだんです。これはお釈迦様がですね、こんなことをしたんです。今まで悟ってからみんなにいろいろ言ってきた。お経、お坊さん唱えてますけど、これお経なんですかって言ったら、これ中国語ですけれども、お釈迦様が困った方にお話しした解決方法です。それを隣にいた弟子が書き留めた、それお経です。だからいろんな解決方法がある。それがいろんなお経に変わっちゃった。お釈迦様はこんなこと言います。40数年間自分が悟ってからね、いろいろみんなに教えてきた、みんなに教えて導いてきた、みんなその教えの、ね、レベルが上がってきたから、今やっと自分の言いたかったことを言いますね。で、始まるのが法華経というお経なんです。ですから法華経言われる前にいっぱいお釈迦様がお話ししてるんです。いろんな他のお経をね、一番最後に お話ししますというのが法華経ですから、法華経というのはですね、例えで言うなら大学の講義みたいなものです。いきなりね、幼稚園児にはなかなか難しい。でも小学校があってね、小学校の授業を受ける。そしたら次は中学校の授業が分かる。中学校の授業が分かったら次高校に入って、高校の授業が分かる。で、高校まで行くとやっと大学に行ったら大学の授業が分かります。法華経っていうのはですね、そういう雰囲気なものです。なかなかね、なかなか読むと難しいなと思うんですけれども、実は一番大事です。お釈迦様がね、なかったことなんじゃないかなっていうのが日蓮宗の思いですね。で、その法華経に一体何が書いてあるのか、一部分ですけどこんなこと書いてます。中にお釈迦様いらっしゃいます。お釈迦様は今2018年、これイエスキリスト様生まれてから2018年、そのイエス様生まれる 4,500 年前にお釈迦様いらっしゃった。4,500年ぐらいですね。でも中国なんて4,000年の歴史ですからね、それに比べればまだまだ浅い。でもお釈迦様はですね、こんなこと言ってます。私の寿命終わってないっておっしゃってます。でも自分がね、ずっといたらみんなね、私に聞いちゃうでしょ、解決方法をね、聞きたがるでしょ、頼っちゃうでしょ。そうしないがために肉体だけ見えなくしますというのがお釈迦様ですから、今も言うんです。だからお参りされてます。ここにいらっしゃるんです。そして今皆さんこれ見て、こちら見てね、お参りしたら、私もそうです。ここお参りすると本当にここの辺りに合ってます。皆さんもそうじゃないですかね。こちら見てグッとくる、またはね、いい景色見てグッとくる、いい物語見て涙出る、ね、いい音楽聴いて、ああいいな、どこがグッときますか。その音楽ですか、絵ですか、皆さんの中にある仏性が感じるんです。これがお釈迦様が、ね、皆さんに与えたもの、それがお参りすればなおさら良くなります。これがまあ仏教ですね、考え方です。今日で最後です。実はですね、この五重塔のこの力をですね、凝縮して埋め込んだお守り限定数用意しました。あちらの後ろのですね、テント、今あそこにお坊さんたくさんいらっしゃいますけれども、あちらの片隅に置かせていただいてます。これは別に大きな CM 打ちません。そんなに数多くないですか。いつもなくなってないんですかって聞かれます。それが五重の塔のお守りです。ちょうど偶然にもここにありました。
五重塔の形した守りで、これ全部あの木で作っています。杉の木です。あ、お持ちの方もいらっしゃって申し訳ない。これあの上の総輪の部分がですね、ネジになってて外れます。外れた中に何が入っているのか、この中に仏像がいらっしゃいます。それお曼荼羅です。曼荼羅の世界、これをこのお像は中に入りません。紙に書かせてもらいます。曼荼羅を、ね、お釈迦様とか名前を書いて、お曼荼羅を書いて、それをくる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 丸めて棒状にします。先ほども申しました、心柱と思っています。この中に心柱のようにそのお曼荼羅がズドーンと入っています。そしてお経が上がったのがこのお守り。今日の3時まで、もし、ね、こうやってご縁があって、今日は皆さんお参りできました。もしね、お参りできない方のために、今日はあの一つね、お持ちあの買って、まあ、その方にあのお裾分けさせていただこうかなという方がもしいらっしゃったら、あちらの後ろにですね、置いてございます。お守り、ご地元の特別お守りお持ちいただければと思います。これは青です。何種類あります。私は今青を持っています。青っていうのはですね、心が落ち着きます。青いところは自分の体温も下がるんです。それぐらい色って影響があるんです。その色もさることながら、このお守り、お経が上がってますから、ぜひもしですね、お持ちいただけたら幸いです。今日の午後3時までです。また今日皆様ここでお参りいただいてますけれども、特別会長と同じ時が受けております。時が受けられる方はですね、この上までお戻り、あのお登りいただいて、正面で私と一緒にですね、お参りさせていただきます。